君の細い腕で一体何ができるっていうの？ここにいても邪魔なだけだよ。今日の用事は何？聞いてあげるからさっさと話しなよ。あと、にやつくのやめて。一応さ、いろいろとけじめつけないといけねえだろ。なあ、平重衡。